長よくすると細谷秀明でございます。日時はですね2021年12月31日でございます。はい、今来ているところはですね東京都日の出町のですね寛陽という場所に来ております。はい、私のですね動画で以前ですね何回か取り上げさせてもらったことなんですけども、東京都青梅市とですね東京都日の出町を結びます梅ヶ谷峠のですねトンネルですね。はい、正式にですね運用された時はですね1300メーター以上のですねトンネルになるそうでございます。はい、すごいですね。そこそこですね長いトンネルですね。はい、このトンネルがですねできればですね東京都日の出町からですね東京都青梅市までですねアクセスがですね良くなると思います。はい、すごいですね、立派なトンネルでございます。はい、開通したらですね一度、ご利用になってみたらいかがでしょうか。はい、このようなね感じになっておりますね。工事はですね、フェンスでですね、ちょっと覆われちゃってるところもあるんですけどね。はい、でもですねだいぶ完成してきてますよね。あとね照明とかねいろいろつけたりねするんでしょうけれども、はい、西東京バスさんもですね走っておりますね。はい、またですね工事に進展がございましたら随時ですね報告していきたいと思います。はい、現場から以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。